ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸のまさきの内田です。本日は木津川市木津池田にございます、ソレイユルヴァンの1階をご紹介させていただきます。まず、最初に紹介させていただくのは、玄関のスペースとなっております。こちらは下駄箱や、姿見などがあって、非常に設備の充実している玄関先となっております。それでは、早速お部屋を見ていきます。まず、玄関のすぐ隣にあるのが洋室となっております。こちらの洋室は非常に広々としておりますし、エアコンの方も最初からついているのでお得な物件となっております。また収納の方はですね、こちら開けていただければ、まずはこの3段に仕切られている収納がございます。そしてもう一つ、開けていただければ、こちらはですね、中が広くなっていて、棚の高さやですね、また壁に物をかけれたりという、非常に便利な大きめの収納となっております。そしてこちらのですね、洋室を出ていただいた玄関の反対側ですねは、ウォシュレット付きのお手洗いとなっております。上には棚もしっかりとございます。そしてこちら開けていただければ、キッチンとリビングのスペースがございます。まずはキッチンですが、人気のカウンターキッチンとなっております。コンロの方は2口の IH クッキングヒーターとなっております。収納の方も下にたっぷりとございますし、冷蔵庫や電子レンジなどを置いていただくスペースも充実しております。またシンクの方はですね、広々としておりまして、浄水器カートリッジ付きとなっておりますので、いつでもきれいなお水が楽しめます。そしてこちらのお部屋のセキュリティ面ですが、まずセコムのホームセキュリティ、あとですね、ちょっと電源の方は入ってないんですけど、モニター付きのインターホンも付いております。そしてキッチンのちょうど隣にあるのが水回りですね。まずは洗面台です。こちらの洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。そして洗濯機置き場の上にはちょっとした棚もついております。そしてこちらのお部屋ですね。一番のポイントがこの大きなお風呂となっております。私はですね、身長175センチほどあるんですけど、こんな私でもですね、足を伸ばしてゆったりとくつろげる、そんなお風呂となっております。もちろんですね、シャワーや浴室乾燥機などといったですね、設備の方も充実しております。そして先ほどのキッチンの前の方に広がるのが広々としたリビングのスペースとなっております。十分ソファーなども置いていただけますので、ゆったりとくつろぐことができます。またリビングの隣には洋室がございまして、このようにですね、段差もなくてそのまま続き間として、使うこともできます。もちろんですね、真ん中をですね、このように半透明の仕切りで区切っていただいて、こちらのお部屋を寝室などの、プライベートなお部屋として使うこともできます。こちらのですね、洋室の方には、このように大きなクローゼットがございますので、服の収納に困ることはございません。そして先ほどの、リビングのスペースにも、エアコンの方が1台ついております。そしてリビングからは専用庭に出ることができます。このようにですね、スペースも十分ございますので、物を置いておくのにも十分なスペースとなっております。またこちらのお部屋はですね、1階のお部屋にはなるんですけど、このようにシャッター窓ついておりますので、外出中も安心です。またガラスの方はこのようにペアガラスを採用しておりますので、結露が発生しにくいなどメリットがたくさんあるガラスを採用させていただいております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなしなら心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。